プロのボクサーがどういう風にしてその打点に入っていくかをちょっとイメージしてほしいんです。こうやって正面向いて入っていくと、これはもう完全に子供の喧嘩ですよね。よく見る。ということはそういうステップは近づいていくのはもう子供の喧嘩のレベルということなんですよね。プロのボクサーは完全に横向きを作って、ステップで相手の打点に入って、打ったらすぐその場から離れてスペース取って、このステップを。こうやって打点に入っていきますよね。 これを同じように打点に入るわけですからここが自分のグローブ相手がボールが相手の顔こんなイメージでボールに入っていくと同じように距離を取って前に入って打つこれは同じですよねさっきやったボクシングのこう打点に入る動きと。